せまた川まで吸収されんだろ。そのための口寄せか。あれはチャクラ由来の炎じゃね。わざわざ遥か遠方火炎山の。おいおい、やっぱカーマで吸収してやがんぞ。カーマって意識の火。ただ唯一生物だけは例外だがな。やつそれ以外なら何でもござれだ。炎だろうと何だろうと、もちろんこうなることは想定済みだと思う。だからこそ次元のクラウド、また派手に燃え始めたぞ。奴は君たちとの戦いで消耗するのは今の奴には到底不可能ってことさ。でも殺し方なのか。何を寝ぼけたことを言ってる。このうすらトンカチ、落ち着きは死なない。カーマがある限り奴らは何度次元と乾き、カーマを刻んだ二つの器がある。つまりによると、それを踏まえた上でどう倒すのか、そういう話のはずだ。そしてお前はさっきこうも言ったな。器として不向きな次元だよと。おかしいんじゃないか、このまま。それじゃあまるで意識のために。おい、カワキ。カワキ、あいつ。はい、大丈夫か。お前元気そうだ。アマだってめえ、何を企んでやがる。やもらえるはずだ。ちゃんと説明させてほしい。いいからさっさと。次元は焼け死ぬだろう。そして体内の意識もな。いない。厳格なカーマのルールってやつだ。すでにカーマの回答が完了している。意識の器としてボルト君と同じく大筒木化は進行中だが、完了するの。次元が死んで川木君もまた使えないとなると、しばらくの間。ちょっと待てよ、まさかそうなる前に川木を殺しま。それも一つの手ではある。ふざけるな、容認できるか。よく見てろ、大筒木一式が真の姿を現す。が復活するだと。一体どうやって。器は。ただし大筒木の器としては別だ。たとえ黒焦げの焼死体でも器として十分機能する持っていたんだ。何。今から君の身に起こる現象。初めてなんだ。カーマの暴走が。じゃない、カーキの左の手のひらをよく見てみろ。カーマがない。この凄まじいパワー。おいアマド、説明しろ。一体何が起きてんだってば。これは分かった。だがこのタイミングでカワキのカーマに異変が。もちろん偶然などではない。器を使って大筒木が器をいくつ用意していてもだ。同一の人格が重複すらどうでもいい。肝心なのは今の奴が再び転生。そう、今なら奴を、不死身の大筒木を。お待ちかねの奴だ。大筒木一式。こいつが一式。がやられたか。おい、大丈夫なのか。家臣小島、先に役目を果たした。助からねえってことか。あいつはなんだかわかんねえが、あいつは一式を本気であったのか。この任務があの世行きの片道切符だってことを。なんでこんなにあいつのことが気になるのか。目につくものすべて手当たり次第に縮小している。この場所には、人には宿命がある。あの今の宿命に変革のわずかな可能性。ここで死ぬこともまたその遺伝子の宿命。桁違いの力だ。ならば乱獅子神の術。無駄だ、何をした。手応えなし。一発だが、あと二日の命といったところか。
おまけに乾きできない。死ねばそこで終わりだ。ここで決着をつけさせてもらう。アマドは逃げたか。察するに行き先は来ない。お前の力では俺を倒せないからな。ではもう終わったということだ。次元から俺を引っ張り出らんのか。純然たる道具としての忍び。お前は世話話は終わりだ。参る。を認められている。ただし里の中だけでだがな。俺となる研究施設の方は私の立ち会いのもとでのみごし。これで満足だろう。約束だ。さっさと鹿台の爆弾を解。何？お、それってつまりただだがね。ダメやがって、てめえ。そうである以上、君が自分の子供の命を懸けるようなそんな愚か。それはそうと、ほかげ殿、分かっているとは思うが、大変なのはあるのは君たちだけだ。あいつはまだ戦ってんだろ。なんでだ。今の意識の狙いはただ一つ。せいぜい二日だ。当然このまま黙っているわけがない。命が尽きするためにな。カワキにもう一度カーバーを。やつは必要性がやつにはないってことさ。なんなら君らを無視して飛んでくるかも。カワキがここにいる以上、やつの襲来は避けようがない。了解。くそ、何か他に。じゃあカワキの居所がやつにバレた場合、最大戦力であるホカゲ殿やサスということだ。やつの寿命がさっさと尽きて水の泡だ。そうなる前に何が何でもやつを倒せ。千人モードか。入線。炎炎の芸がないのはお前の好きな方を自分で選べ。秘術大黒天。そいつは少しも墓石となった。敵は半端じゃねえ化け物なんだ。今回は俺とサスケだけでやる。俺に死ぬ覚悟がある。お前はどうだ。死ねるか里の。俺は